男子シングル北京オリンピックで94年ぶりの3連覇が勝ち、今日初めて北京の会場で練習に臨みました。その練習では4回転サルコウ、トリプルアクセル、念入りにジャンプの確認をします。そして注目は4回転アクセル、今日の練習では8本挑戦、すべてお見せします。その1本目、2本目、3本目、4本目、5本目、そしてフリーの楽曲でもある天と地との曲をかけての練習、6本目、7本目、8本目、これまでに公式戦で誰も成功したことがない4回転アクセル、練習時間ギリギリまでその4回転アクセルを確認した羽生、まあ、やるべき練習もしっかりしてこれたと思ってますし、まあ、いい感覚で入れてると思います。いろいろ自分の中で考えるところは、課題だったり良かった点だったりいろいろありますけど、今日は今日でいい感覚だったと思うので、日にまた良くしていければいいなというふうに思います。アクセル以外の4回転トーループを含めたコンビネーションは成功。とにかくショートもフリーも、自分の中では一幕っていうような感覚でいますけれども、まずはショートはショートで集中しなきゃいけないと思っているので、まずショートに対してできることをまた積み重ねていきたいなと思っています。あると思うんですね。メダルを取るための必要なターゲットがショート、そういった得点になっていくと思うんですけども、そのためには3回転半のアクセルとさらに2本の2種類の4回転。 How's your stay here? Good? Yep. How do you feel about your training? I was good feeling in here, so I'm doing this. Thank you. 谢谢。